はい、こんばんは、タマランチでございます。あれ、タブランチですって言ったっけ。はい、今日はね、耳コピの仕方耳コピの仕方です。なんだこれは、ギター講座なのかくっちゃべりなのか、まあいいや今日はね、谷村さんの獅子の時代っていう曲をやったんですよ。で、これが、1988年ですね、獅子とバラという、ヨーロッパ三部作の第一作目、ロンドン交響楽団をバックに一枚アルバム作っちゃったっていう谷村新司恐るべし。今でこそね、あの玉置浩二さんとかがオーケストラをバックに歌う、まあ、あれすごいけどね、もう玉置さんの歌唱とオーケストラが相まって素晴らしいですけども、まあ、まあそういったことを谷村さんは、40年前20年40年前ですか、ほぼ40年前にやってるんですよ。40年前俺記憶ある、あれそんなに前かな、1988年、20年で2000、あ、まあ40年、まあ、まあ40年弱前ね、まあ、30年以上前ですよ。やってんですよ、やっぱパイオニアだあの人は、ね、で、この曲、このアルバムの中の英雄っていう曲はこんな感じのやつ、これね前やったんです、ギターで遊んでたら、あれこれギターでできねえと思って、もう全曲オーケストラが演奏してるんですよこのアルバムはね。で特に今日やったこの獅子の時代っていうこのオープニング曲と2曲目の英雄なんつう曲はめっちゃオーケストラなんですよ。でその英雄をやった時にギターでやったら面白くないと思って、超頑張って、英雄はすごくうまくいったんですよね。英雄タムランチで検索してみてください。あんまり伸びてないんだよな、思ったよりは。これはすごいんじゃないかと思ったけど、多分ね、世界で一人だけだと思いますよ。この曲をギター一本でカバーしてるバカは。今日のもそう、
多分俺これ世界初だと思ってんだけど。あのギター一本でカバーしたのね。どうかな、いるのかな。で、まあギターですから、あのカバーするにはだってはコードですよ。でそのオープニングのね、オーケストラがグワーンってなってるところのやつのコードをひたすらカバーするんですよ。これ、ね、このベース音を拾ってね、こんなんやってんなって、ここ大変だったな。もうこのイントロね、もうこれだけです。今日はほぼこれができた時点でもう終わったね。この終わったというかできたね、このカバーはね。まず今言ったみたいにコードを拾って、まあ、あ、Eなのねとかっていう形やった後に主旋律弾いていくんですよ。耳コピしてね。こうやって探すわけですよ。で、これを単弾きしたら弾き語りっぽくないから、まあ、Eだから6弦鳴らしながら行けばいいんじゃないのみたいな感じになって、で指使いをね弾きやすいのを作っていくんですよ。もういきなりね、このここからまあ6弦を押さえたりするんで、同じフレットを押さえたりするんで、どう押さえるのかなみたいな感じでね、これを何度も何度も弾いて指癖をつけちゃうんですよ。押すと、間違えた。何度も何度もやるんですこれ。で、もう指が勝手に動くぐらいまでやる。はい。まあだからコードをまず大まかに拾うと。でコードが拾ったら大体どの辺のポジションを弾けばいいのかが分かるんで、まず単弾きで、作ったらあとはベース音、まあコードというかベース音ですね、ベース音を入れて取って引っ張って指を作っていくと。まあ、Eなんでね、今回は6弦鳴らしときゃなんとかなるでしょみたいな。まあ、次は C なんで、まあ、C の効能の辺を攻めてやっていくみたいな感じでやっていきます。これはくっちゃべりだね。ギター講座ほど深く喋ってないからね。であと歌入っちゃえばね、まあそんなどうこうなかったんですよ、この曲はね。風に舞う赤い獅子の胸に落ちた時、描き返された獅子は空かける雲になる。ここすごいコーラス頑張ってるからね、本編聞いてみてください。あとはね、まあオーケストラっぽさを出すには、こうあんまりこう G とかをね、 Am をこっちで弾いちゃうとギターになっちゃうんですよ。どこだっけな。1億の人の見せかけの愛より、愛する人のため次の上の次、ここが
後ね、バラを素手で掴んで見せた、それが獅子の紛れない Oh Justice。 まあその G、C、D、Eマイナーを使うとこなんだけど、こう弾くよりはオーケストラっぽさというかを出すには、このねベース音を使った愛する人のため、違う違う、バラを G Aマイナー、 C G G Aマイナー、 C、 ここをAマイナーもこっちじゃなくて A だから6弦の5フレなんでね、この辺で探って、まあ、ちょっと C チューニングに似てますけど、開放を織り交ぜたこんな音を使うとこうなるんですね。バラを素手で、バラを素手で、しょ、普通に弾くとバラを素手で、ほらフォークソングでしょ。これをバラを素手で、ほら C も掴んで、こう弾くよりこう弾く方もね、バラを素手で掴んで見せた、それが獅子の紛れない、 Oh Justice。 ここの E マイナーももうここあの E のベース音の5弦のベース音だけ弾いて、もう開放弦鳴らしまくりでオーケストラの音圧を出すみたいな。オージャスティス、これだとフォークソングになっちゃうんで、じゃなくて、そんな工夫をしながらやったりしてます。誰が参考にしてこの曲やるねん。よくわかんないけど。まあそんな感じでね、耳コピしてます。はい、でもやっぱね、違うよ。オーケストラとして作った曲の、をリフにしてみると、絶対作らないようなリフができるからね。こんなの絶対作らないもん。まあいろんなもんに手出してみるのはいいですね。ということで今日は世界初世界初谷村新司さんの、オーケストラをバックにした獅子の時代という曲をギター一本でカバーしてみたよっていうくっちゃべりでした。あのね、ちょっとすごいことしてると思うんです。もうちょっと、なんか、おおって思って、わかる人が見てくれれば、曲をよく知ってる人が見てくれれば、おおってなるかもしれないですけど、はい、ちょっとくっちゃべりでアピールさせていただきました。ということで、カムラッチでした。ありがとうございました。